君とは、おがみいざなき、女神いざなみ。いざなきの木といざなみの実を取り、君となる。つまり、君とは、男と女という意味である。さらに、いざなき、いざなみとは、いざなう。そう、誘い合う、男と女という意味が隠されているのだ。つまり、この二人により、愛というものが生まれた。日本の国土と様々な神様を生んだと言われる、いざなきとイザナミ。二人は誘い合い、愛し合い、様々な神様を生む。そんなある日、イザナミが火の神を生んだとき、やけどして死んでしまう。死んだイザナミは、黄泉の国へ去ってしまう。イザナキは妻を取り戻しに、黄泉の国まで妻を迎えに行った。イザナキは扉の外で妻に戻ってほしいと声をかける。しかし、こちらの食べ物を食べたので、もう地上へは戻れないと。それでも何とか戻ってくれとお願いする。では何とか黄泉の国の神々にお願いしようとイザナミは答えた。しかしイザナミは一向に出てくる気配がない。イザナキはいても立ってもいられなくなり、約束を破って中を覗いてしまう。そこには全身に蛆が湧いたイザナミの姿があった。イザナキは驚き音を立ててしまう。その音に気づいたイザナミは自分の醜い姿を見られたことに気づく。私の言葉を疑い、見せたくない姿まで見られた。それも一番見られたくない愛する人に。イザナミの怒りは収まらなかった。イザナミはイザナキに悪魔を放つ。イザナキは恐ろしくなり、その場を逃げ去ってしまう。悪魔を振り払うと、イザナミ自ら追いかけてきた。イザナキは桃の木から桃を掴んで投げつけ、黄泉の国の入り口を石で塞いで難を逃れたのだ。そしてイザナキはイザナミと別れることを告げる。それを聞いたイザナミは激怒し、お前の国の人間を一日千人殺してやる。ならば俺は一日千五百人産んでやると。この時、生と死が生まれた。イザナキは、汚れた体を洗い流し、みそぎを行う。この時生まれたのが、アマテラス大御神と、スサノオノと、月読みだった。神社で手を洗い、口をゆすぐのは、この時のみそぎに起源がある。しかし、愛すればこそ、守ってもらいたいもの、見られたくないものがある。これは人間も神様も同じようである。